バクスターズ、カーブ列車強盗は、サンダーソン列車強盗としても知られ、1912年にアメリカ合衆国南部、テキサス州、サンダーソンの近くで発生した。ベン・キルパトリックと相棒、オレ・ホベックは、サザンパシフィック急行車を強盗しようとしたが、しかし、人質の一人デビッド・A・トロースデールに止められ、トロースデールはどうにかして、盗賊を二人とも殺害した。トール敵さんとして知られる、ベン・キルパトリックは、もともとブッチ・キャシディのワイルド・バンチのメンバーであったが、モンタナ州の1901年のグレート・ノーザン強盗の後に捕まり、ジョージア州アトランタの連邦刑務所に送られた。グレート・ノーザン強盗からちょうど10年後の彼の釈放と同時に、ベンはまっすぐに犯罪生活に戻った。西部開拓時代の歴史からはしばしば、ベン・キルパトリック・オブ・チ・キャシディやキット・カリーの助力がなければ、強盗を完全に実行することはできないとみなしてきたが、しかし刑務所から釈放された後、オレ・ホベックという名前の男と彼とは、短時間で一連の見せ物風の銀行と列車の強盗を実行した。しかし、これら強盗はあまり利益をもたらさなかったために、さらなる強盗を必要とした。刑務所からの釈放に先立つホベックの人生については、ほとんど知られていないし、刑務所で彼はベンにあったと考えられている。しかしながら、1911年春に彼は、ベンの釈放を期待して、ウエストテキサスに姿を現した。彼は、自分は探偵であると主張して、テキサス州シェフィールドへの旅行をしていた、テキサス州サンアンジェロからの男二人と貸馬車一台に、相乗りした。ひとたびそこに着くと、ホベックは勘定の自分の分を支払わずに姿を消した。捜査官らは後に、テキサス州クリストーバルの何者かにコンタクトした、と決めたが、そこには、ベンの親戚が数人住んでいた。ホベックは次に、テネシー州メンフィスで見られたし、そこで1911年7月から1912年2月5日まで、LB プライスマーカンタイルカンパニーで働いていた。1912年3月13日午前12時5分頃、キルパトリックと、ホベックはテキサス州ドライデンでサザンパシフィック鉄道の列車9に乗り込み、西に向かってサンダーソンに向かった。街から出ると強盗犯2人はマスクをつけ列車の前部に進み、機関士 D.E. グロッシュ、乗務員2人、及び急死を人質に取った。強盗犯らはそれから機関士にバクスターズカーブの西にある最初の鉄橋で列車を止めるように命じたが、鉄橋はドライデンとサンダーソンとのほぼ中ほどに位置し、彼らはそこに馬たちを残していた。キルパトリックが銃を突きつけて、機関士を止めている間、ホベックは、急死デビッド・A・トロースデール及び乗務員2人と共に急行車に行き、次の車複数を切り離して、実際の強盗を開始した。途中、トロースデールはどうにかして、冷凍火器の積み荷に使用される、氷木槌で我が身を固めた。彼はそれを適切な瞬間まで身につけて隠した。数分後、ホベックが包みを一つ拾い上げるために下を見たとき、トロースデールは木槌で頭部を殴り、殺した。その後、トロースデールは、ホベックのライフルで身を固め、乗務員2人にピストルを与えた。それから彼らは明かりを消し、車の後部に行き、キルパトリックが姿を現すのを待った。トロースデールによると、彼らは1時間超待って、彼は苛立ち、急行車に向かうことに決めた。彼が急行車の窓に現れたとき、キルパトリックは数回、フランクという名前を叫んだが、しかし、それから彼に会うことなく、トロースデールに頭部を撃たれた。強盗が阻まれて、機関士は機関を再始動させ、列車の残り半分に再連結し、それからサンダーソンまで走り、そこで、テキサス州テレル郡の保安官が通報を受けた。保安官デイビッド・L・アンダーソンはビリー・ザ・キッドのギャングの一員であったことで有名で、後に強盗未遂で3人目の共犯者を捕らえた。バクスターズカーブに馬を止めておくために採用された11歳の少年である。盗賊の馬たちは後ろ向きに想定されているのが分かったが、おそらくは彼らの逃げる時足跡が、反対方向に進んでいるよう装うためであろう。午前5時頃、列車はサンダーソンに到着した。キルパトリックとホベックの遺体は直ちに列車から移動され、今では有名な写真のために停車場前で立てかけられた。写真撮影の後、それら遺体はシートで包まれ、大きな木製の棺一つに収められた。キルパトリックとホベックは当初シーダーグローブ墓地のマークのない区画に埋葬されたが、しかし以後墓が発見され、現在では人気のある観光名所である。デビッド・トーロスデールは英雄視され、報酬としてウェルズ・ファーゴ&カンパニーから$1000と掘り刻まれた金時計が贈られた。彼はまた連邦政府からさらに$1000、サザンパシフィック鉄道から$500、そして感謝する乗客からテキサスの星の中にダイヤモンド一つがはめ込まれた金のウォッチフォブを受け取った。ウォッチの掘り刻みには1912年3月13日、テキサス州ドライデン近郊で行われた列車強盗未遂で示された勇気と忠実さを認めてウェルズ・ファーゴ&カンパニーと書かれていた。ホブには1912年3月13日、テキサス州ドライデン近くで示された勇気に対して西行きのサンセットエクスプレス乗客が送るとあった。バクスターズカーブ列車強盗はテキサス史上最後の列車強盗とみなされることもあるが、ニュートン・ギャングは1914年にユバルデ近くのサウスパシフィックの列車を強盗した。以下はデイビッド・A・トロースデールによってサンダーソンの警察に報告された停車していることを最初に知ったのは電車がバクスターズカーブで停車した時であった。私はドアに行かなかったし、問題があることを知ったのは列車のポーター、乗務員か機関士が私を呼び、ドアに来るように頼んでからである。ドアを開け外を見ると、マスクをした男が一人、ライフルを私に向けて立っていた。列車のポーターは、あなたに、外で用がある、強盗犯らがいる、あなたは外に出る方が良い、と告げた。私はそこに数秒間立っていたし、強盗犯は私に、両手を上げて、外に落ちるよう命じた。私が車から降りたとき、彼は私に近づき、武器はないか私を調べてから私を列車乗務員と共に下がったところに立たせた。彼は、車掌と列車ポーターに、手荷物車複数を普通客車複数から切り離し、約10から12フィート離れさせた。彼は、助手、乗務員を調べ、車掌とポーターには、戻って、客車車両らと一緒に留まる、よう、郵便局員、助手、及び私には、機関を進み続けるよう指示した。強盗犯の一人は、機関の片側にギャング風に乗り、もう一人は、反対側に乗った。彼らは、私たちに停止を命じたところから、ざっと1マイル私たちを運んだ。パートナーという名前で通る強盗は、機関士及び、機関助手と共に留まった。フランクという名前で通る、もう一人は、郵便局員、助手、及び、私を機関タンクの横に並ばせて、私たちを両手を上げさせたまま手荷物車まで、行進させて戻し、車に乗り込ませた。彼はそれから私たちを金庫まで運び、私に、それを開けさせた。私は金庫に、貨物運送上7つ持っていただけだし、彼にとって、とにかく価値のあるものは7つのうち2つしかないと彼に、告げた。私は彼に包み2つを取らせた。1つは$2の価値の、もう1つは$37の価値の。彼は車を見た後に、サムおじさんが何を持っているのか通り抜けてみようと言い、私たち3人を郵便車に戻した。彼は1つの郵袋を切り開き、バラの書き留めをすべてその中に入れ、書き留めで1杯の他の4つと一緒に、それを捨て、私に、川向こうに、お前を連れて行こう。と言った。私は、もし自分が彼に有利になる機会があるなら、それは彼を、形勢を逆転する、何か方法を見つけられる私の車を通って、連れ戻すことによってだろう、と思った。私たちは、合わせ作り車を通り抜け、私は急行の包みを2つか3つ開け、すると彼はナイフを取り、1つの望遠鏡グリップを切り開いた。彼は、メキシカンハットを1つ取り出し、手荷物の中に欲しいものは何もない、と言った。強盗、ジョシュ・レーガン、及び私はスルーカーに乗り込んだ。私は彼に、自分は戦闘賃金を得ていない。彼がどれだけ取り出したかは気にしていない、と言った。こうして私は彼の信頼を得て、すると彼は私を以前のように残に扱うのをやめた。これの前には彼はライフルで私を突き、わめき散らして私に命令したものだ。私たちが火器の積み重ねの横を通りかかったとき、私は車のほぼ中央にからのパッカーを立たせていたし、強盗と私は火器とパッカーの間を通り抜けねばならなかったし、これは私を火器の近くに押しやったし、私たちが通り抜けるとき、私はそれらの上にある強力土、マレットを持ち上げた。私は彼に、それが見えないようそれをオーバーコートの下に隠し、彼をドアから遠ざけ、彼にサンダーソンに行く予定の包みを見せ、彼に包みは彼が得たすべてよりも価値があると告げた。私は思った。彼はライフルを片足に寄りかけ、右手で包みを取り上げ始めた。彼がこの位置にいる間、私は気を見たので、私が彼を撃った第一撃は頭部を首からつなぐ頭蓋底に出会った。それから私は彼が倒れた後、頭頂にさらに打撃を2回与え、第3撃で脳を叩き出した。私はこの男からコルトシングルアクションアーミー回転式拳銃2丁と401ウィンチェスターセルフローディングを取った。私は郵便局員と助手にそれぞれ回転式拳銃1丁を与え、ライフルを取っておいた。郵便局員と助手を車の後部に送った。それら明かりを消してから彼らに合流すると見えた唯一の道は合わせ作り車の明かりからだけであった。私は2人目の男が戻ってくるのを2時間ほど待った。彼はしばらく姿を現さなかったし、私は車のてっぺんを通して一発発砲し、すると数分後、彼はドアにやってきて、フランクという名前を3回呼び、5分間ほど待った。その時私には、彼の頭部が私から40フィート離れたトランクの向こうから突き出ているのが見えた。彼が頭部を出した1回目、私は撃つ機会を捉えなかったが、2回目彼は車の後部の方を見ていた。私は一発発砲した弾丸は彼の左目の約1インチ半上に当たり、頭部を貫通し、車の端まで通り抜け始めた。1時間ほど待った後、私たちは空気を引き、機関士は機関と手荷物車複数を客車車両に交代させた。機関助手が客車車両に戻り、私を呼んだ。私は彼に、私が車を開ける前に車掌と何人かの乗客を得るように命じ、私が2人の男を殺したと告げた。数分後に彼は、車掌、ポーター、及び、乗客15人か20人と共に戻った。私は危害を加える者が外にないことに気づいたとき、ドアを開けて列車乗務員を受け入れた。列車を連結させた後、私たちは合衆国郵便物が荷下ろしされていたところに移動し、そこに荷下ろしされていたすべてのものを見つけたし、私は金庫から取り出された密封された包み2つを得た。私は自分の金銭すべてを助手レーガンに移し、サンダーソンまで行き、死体から取った16丁と共に、それら死体を下ろした。私はそれから大陪審と検視法廷の前に出頭し、釈放された。結論として、サンダーソンに向かう途中で、パートナーと呼ばれる男からダイナマイト6本と、ダイナマイトキャップ1箱と、地獄機械を取り外したと述べよう。フランクと呼ばれる男は、サイドポケットにニトログリセリンを1パイント持っていた。ありがとうございます。